チをちょうだい。くらえ。千号やケビンに出会ったなら、その不親切さを許してあげて。男の子はまっすぐな生き物だからね。もちろん。諸行無常、すべては因果応報。刹那というのは、生死の瞬間にだけ見られる奇跡。選ぶ、そして前に進め。
私に血をちょうだい。くらえ！エデン、この黄金の庭もあなたの財産だってそう言ったわよね。ええ、メイさん。でも中の飾りは少しエデンらしくないみたい。なんとなくそんな感じがするわ。あら、鋭いのね。あの飾りは黄金の庭のもう一人の主のものよ。もう一人？いいえ、エリはこれに名前をつけてくれただけ。そのもう一人の主はメビウス博士よ。私はこの黄金の庭を彼女に送ったの。典型を持って試練を踏破する断りを授けよう。この刹那の命には
わらわが戦場で磨いた技術と看護が。その小道を覗いた時に諦めることを選ぶ人はたくさんいた。君たちの時間がもう流れることはない。あなたに曲を作るなら、どんな感じがいいかしら。これはもともとあなたの力です。把握するのに時間が必要なだけ。
邪魔者も殺せばいい、隠れた災いも殺せばいい。かの時代、かつての輝きは塵に返った。くらえ！
その、あなたが第七立社事件の被害者だって聞いたわ。ええ、その通りよ。あの時の私はオーストラリアのドームにいた。銀河のように輝くステージが終末の炎に飲み込まれた時、私はそこで全ての終わりを見届けたわ。そしてあの瞬間、分かってしまったの。私の時代はもう終わったって。あの炎を見て思ったわ。神話の中にある全てを燃やし尽くす炎みたいだって。最後は恐怖しか残らないんだと。メイさん、かつての私は芸術で人を救えるとずっと思ってたわ。けど、あの炎で生まれた恐怖、それは私がみんなにもたらした希望よりもずっと強く、あの頃の私にはどうしても超えられない眩しさがあった。私はそこで死ぬはずだった。あれは時代の終わり。私は共に行くはずだったの。けど、私は生き残った。私を必要としない時代の中で生き残ったわ。ごめんなさい、思い出させてしまったわね。いいえ、謝らなくていいわ、メイさん。もう過去のことだし、あの炎もとうに消えたわ。私はただたまにあのステージを懐かしく思ってしまうだけよ。あの時最後まで演奏できなかった曲は私の一番のお気に入りだったから。
エデン、一つ質問してもいいかしら？もちろんいいわ。あなたは私の友人だもの。あなたがどうして火を追う賀に入って融合戦士になったのかわからないの。私から見て、それはスターだったあなたとどこに繋がりがあるのか想像できないわ。あなたの言った通りよ。かつての私も自分がこんな道を選ぶとは想像もしてなかった。初めて火を追う賀の存在を知ったのはオーストラリアのあの大火災の時だった。あの時全てを失った私は、事件の生存者として火を追う賀の基地に連れて行かれたわ。そこで長い間治療とカウンセリングを受け、火を追う賀の戦士たちとも徐々に知り合うことになった。エリシアとはその頃に知り合ったの？ええ、エリは火を追う賀で初めてできた友人であり、一番最初に私にチャンスをくれた人なの。もちろん私は彼女を拒んだりしなかったわ。どうして？気づいてしまったからよ。歌い手としてのエデンはもうあの大火災の中で時代と共に去った。その光はもうとうに消えていたの。けど火を追う賀としてのエデンはまだスターのようにこの世界で輝き続けることができる。生きていくなら今まで通りに輝かしく生きないと、そう自分に言ったわ。だから私は火を追う賀の一員になって自ら融合戦士計画に参加したの。それはすごいことだと思うわ。そうかもね。融合戦士になるって決めた時、エリもびっくりしてたくらいだもの。確かに普通自らそんな手術を受けたりしない。でもそれ以上に立ち止まる自分が許せなかった。エデンの光が簡単に消えることが耐えられなかった。だから手術を受ける前に自分で融合する崩壊獣を選んでもいいかって聞いたわ。自分で決められるの？普通はできないわ。その手術は非施術者の身体状況と崩壊獣遺伝子との適合度が大事なの。けど、もし複数の崩壊獣と適合する結果なら、博士は選択する機会をくれるって、エリがそう言ってたわ。それで、何を選んだの？私はこう言ったわ。選べるのなら、最も輝いているものをちょうだい。
やあ、来訪者。あなたの瞑想の邪魔をしてないといいんだけど。気にすることはない。僕はただの影。この天地も過去の残存した光景に過ぎない。王子は消え去り、個人も帰ってこない。存在がないなら邪魔もないだろう。他の人と比べて、あなたは随分と心が広いわね。ここにいる人はみんな自分がただの記憶体だって知ってるの？多かれ少なかれ気づいてはいるよ。受け入れるかどうか、話したいかどうかの違いだ。今、君の前にいる僕も、数の一部でしかない。人の心の奥深さを、記憶だけで語りきれはしないだろ。だから、僕たちのことは気にしなくていいんだ。これは君たちの時代、先人の幻影に左右されるべきではない。エリシアやエデンに聞いても、同じ答えが返ってくると思うよ。
やあ、来訪者。あなたは他の人と違って欲望がないみたい。執念も希望も欲の一つだよ。心に望むものがなければ、僕はこの宝石楽土に存在することもない。じゃあ、あなたの望みは何なの？崩壊のない世界。ここの人たちと同じさ。そう？でもあなたは外の世界を少しも気にしてないみたい。君がもう教えてくれたからさ。どういうこと？ここに答えを求めに来る人がいるということは、先行者の計画はもう失敗に終わったということなんだろう。大丈夫。君の来訪は地上の火種に炎が灯されたことを証明しているのだから。いつかこの時代の人々も歩むべき道を理解するはずだ。でもあなたたちが導いた方向に進むとは限らないわ。それも幾千万とある選択の中の一つ。君たちがした選択だ。人類の英知はちゃんと受け継がれていると僕は信じている。君たちが先人より遠くへ行けることを願っているよ。
珠魅消しの中で一つの葉が落ちることは一つの世界が終わることを意味する。枯れ葉が落ち消え、無存の海に溶けて無限法要になる。しかしこの記憶だけの世界では意味が違う。すべての景色が過去のものだからこそ、終末へと向かった世界は消滅の瞬間に停止し、記憶の中で始まりも終わりもない時間を繰り返している。僕にとってそれは終わりのない傾聴、瞑想、それと明記を意味する。命の帝国、死、喜びと悲しみを聞いた。世界の誕生、消失、繰り返すことを考えた。僕たちの善行、悪行、そのすべてを記憶した。来訪者、君の心に迷いがあるようだね。行ってみてごらん。あなたとケビンは窮地の中。そうよね。火を追う賀に入る前から互いに知っていたんでしょ？彼は僕の親友だ。ずっと。
あなたたちの過去を見せてもらったわ。君のおかげで彼の未来を知ることができた。今でも彼はあなたの知る彼と同じだと思ってるの。ケビンの選択が正しいかどうか、それは後世のものが決めるだろう。たとえ時が移り変わっても、人の心には消えない、変わらない何かがあると、僕は信じている。それも、各社としての答え。これは、スーとしての答えさ。やあ、来訪者。どうやらここに慣れてきたみたいだね。そうね。あなたの友人の考えが読めないこと以外は。エリシアのこと？残念ながら、僕も彼女の考えが読めないんだ。精神感知型の融合戦士のあなたなら、人の心がわかると思ってた。できないこともあるさ。エリシアは特別だ。戒律の名を持つもう一人の戦士でも、彼女を制御できなかった。これだけ性格の違う人たちと会った後だと、あなたの方がこの集団の中では異物だと思えてきたわ。終わろうとする世界の中、欲望と執念を持つ人はより遠くまで歩ける。それは僕も例外ではないんだ。かつての僕は医師で、人々を助けることが僕の渇望だった。人々の苦しみを和らげたい、傷跡を癒したいというのが僕の執念なのかもしれない。でもあなたは孤独なゴージャ計画を託された。僕は孤独ではないさ。外のことが気にならないの？例えば未来のあなたがどこにいるのか、何をしてるのかとか。僕はどれほどの世界を見るのだろうか、どのような思考を持つようになるのだろうか。長い時が流れ、数えきれない可能性を見た後、
僕の考えは変わるのだろうか。残念ながら、今ここにいる僕にはそういった疑問を確かめることはできない。でも、同じ存在としてスーは自分の選んだ道を歩み続けていると僕は信じている。それもあなたが予見した結果なの？自分の未来は予見できないさ。あくまで希望だよ。みんなと同じ、僕は自分自身の執念を信じている。いつか君が未来の僕と出会ったら、僕の代わりにその答えを見届けてほしいんだ。Thank you.
エリシアのところで融合戦士の番号のことを聞いたんだけど、英傑の順番とは一致していなかった。あなたは第8位だけど、番号的にはエリシアと近いのよね。CM004、 それが火を追う画でのわらわの番号じゃ。その意味を何時ならわかるはずじゃろ。四人目の融合戦士。ああ、あの頃の技術はまだ成熟しておらぬ。様々な副作用が発見された。ケビンの周りにある霊気、エリシアの妖精のような尖った耳、それらがそうじゃ。わらわに関しては、多くを語らずとも、これを見てわらわの行動を予想したんじゃろ。その話をするつもりはなかったわ。反感を抱いてるみたいだったから。反感。それでも、わらわがそうなった事実は変えられぬ。幸いこの技術は改善され、わらわたちのような融合戦士はほとんどいなくなった。さくら、自分のコードは CM004 って言ったわよね。ああ。001はケビン、002はエリシア。じゃあ、003は誰なの？メビウス博士。わらわを融合戦士にした人じゃ。
Thank you.
今日から泣くからね。私に服従しなさい。私に服従しなさい。私に服従しなさい。頭に気をつけて。この服をありがとうございます。